何にしようかな。トイレ行きたい。めっちゃトイレ行きたいけど、10時まで我慢します。一回行ったら終わりなんですよ。一回行ったら終わり。ネタ切れ？ネタ切れだな。10時まで頑張ろう。歌いますか？そういうのありますからね。あの例えば、うん、俺は逆に言ったらこのマイクの時は普段通り歌えてるんだけど、ウクレレだと普段通りも歌えない、あるんですよ。逆に弾き語りばっかやってる人ってマイクの時に思い通りに歌えなかったりするんですよ。それって意外とあったりして、どっちもね差があっちゃいけないんですよ。どっちも同じようにやっぱ歌えなきゃいけないんですよ。そう、ね、そこはまだまだ成長していきます。大体1番までしましょう。そうそう、知らないフレートかもしれない。また会う日に。なったら。季節の訪れを知らせた。さよならが苦手な僕たちはいつものように待たれた手を振る。いたずらな笑顔が好きでした。もう一度だけ見せて。Yeah.
船で忘れないやつだ。ありがとうございます。また会う日までという曲を歌わせていただきました。ありがとうございます。お時間あればね、10時ぐらいまでやっていくので、あとちょっとだけ聴いててみてください。よろしくお願いします。はい、なんか平井大さん、フルで歌えそうな曲がなくて、だから違う曲大さん、なんかないかな。今日めっちゃ歌えてるから。はい。もう全然チラシ持って帰って大丈夫なんで。持って帰ってください。あとじゃあ15分。もう一曲平井大輔、じゃあ一曲、じゃあワンコーラスと平井大輔何個歌って、でフルコーラス2曲歌って、で3曲全部歌って、うん、って感じで。平井大さんといえば、本当ですか、え、ありがとうございます。シリー持って帰りますか。シリー1枚1000万持って帰ってください。ぜひ。あ、リクエストありますか。何でも。何でもいいなって。やっぱりじゃ平井で、安田。平井で。コーラス2曲でもいいじゃん、残り行くウクレレで弾き語るより上手いっす。じゃあなんか何がですか。ウクレレもちょっとはできます。ちょっとだけ。じゃあ酒と飲みだと男と飲みます。ちょっとじゃあ木3つあげて。では酒と飲みだと男と聞いてください。
でしょう。なんでなんで生れついなんでなんで飲みつぶれて眠るまでなんで山がぜ男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことやどうしようもない悲しさに包まれた時に女は涙見せるのでしょう。めちゃくちゃいい曲じゃないですか。なんか世代じゃないんですけど、なんか知ってて、親世代なのかな、わかんないですけど、めちゃくちゃ好きなんです。酒と涙って男と女でした。ありがとうございます。いや、全然年代じゃないんですけど、多分渋いと思うんですけど、めっちゃ好きなんですよね。
ないかな。みんなビール好きなの？わかんないっすよ。あそこだけ知ってる。179だけ知ってる。サビの最後の方ですよ。出てないっすよ。あげたか。え？あげたっけ？あげたんだ。ジャンコーラスで歌えるってこと？覚えてないの？スイートメモリー得意ないっす。いいよいいよ。じゃあ松田聖子さん行きますか。うん、でもブリーブはちょっと来週もまた予感できます。来週土曜日からいます。覚える？え？ルイルのチケットは1番だけ行ってみる？ちょっと2番、ちょっとあれなんですけど、1番だけ。え、どんなんだっけ？行きますよ。え、それで行きましょう。この間もなんか川崎でね、歌ったの久しぶりに。リクエスト来て、あなたに会いたくて。よし、じゃあ。松田聖子さんにあなたに会いたくて聞いてください。眠るのよ。
った二人で未来気づきたかった。どんなに愛しても叶うことない、愛のあることなど気づきもしないほど、あなただけ見つめてて愛してて、私の全てをかけて、あなたに会いたくて会いたくて、眠るの夜あなたの仲間にはその仲間にはでした。ありがとうございます。先週ぶりか。そうですね。まだ来てくれたんで。もうちょっとじゃあ頑張りますか。だいぶガラガラになってきた。はい。まあ、今日何十曲だった？二十何曲ぐらい。もうちょっとノンストップだ。最初に来るとめっちゃいいっす。最初の方の時間に、はい、最初の方の時間に来ると声の調子めっちゃいいんで、徐々に悪くなって、もう7時ぐらいです。でも休憩してないんで、だいぶいつも通りっす。いつも通りっす。じゃあ、なんか歌えますか。行きますか。背景少年よ。背景。いや、実は先週のために練習してた。で、先週もう覚えたんだけど、今週1週間1回も聴いてなくて、ワンちゃん忘れてる可能性があるっていう。先
キーもわかんない、忘れちゃった。マイナスいくつだっけ。これある、あるよ。マイナスいくつだっけ。 3? マイナス3。背景少年よ、もう流しちゃダメ。ちょ、ワンちゃん間違えます。1番だけね。ちょ、入り方わかんなかった。これウクレレで練習してきたかな。もう一回。じゃん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 。夢はもう見ないのかい。明日が怖いのかい。言い訳ね。そう、しかもウクレレで練習してたからね。じゃあね、だいぶ疲れモードだけど、じゃあ30分まで頑張ります。来てくれたということで、ガラガラですけど。ルリ色の地球？一番だけですか？一番だけシリーズいますか？キーいくつだっけ？いや、さっきのあなたに会いたくてがマイナス5なんですよ。ワンチャン高いですよね、松田聖子さん。ルリ色の地球って何？どういう曲？一番だけね。いつも通りじゃないですか。リクエストは歌えなくても答えるっていう。ちょっとでも知ってれば。いや、恥ずかしいです。炎上商法で。え、いくつだっけな。4。マイナス4で行ってみようかな。
3じゃない、これじゃない、ちょっと出だしから分かりません、出だし夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う壮大の竜岬で暗い海を見ていた、悩んだ日もある悲しみにくじけそうな時も、あなたがそこにいたから、朝日が水平線から光の矢を放ち、二人を包んでゆくの海色の地球。はい、ありがとうございます。瑠璃色の地球でした。あのリクエストあるの全然答えますので、あの間違える可能性も大ですけど、あのなんか聞いたことあるなって曲は挑戦してきますのでリクエストじゃんじゃん頑張っちゃうスタンスで、はい、調子いい時に聞きたい、調子いい時に来よう、はい、マリーゴールド行きますか、フルで行きますか、いや、フルで行きますか、いやでも声結構枯れてるんですよ、ワンコーラスだったら、いやフル頑張るか、マリーゴールド行きましょうよ、俺は気合いで行きます、じゃあフルコーラス行きますね、あいまさんのマリーゴールド、お時間あれば聞いててください、強くはない。
誰か今日そういう日になって名前をつけようかなって話して I love you の言葉じゃ足りないからとキスして雲がまだ二人の影を残せたらいつまでもいつまでもこのまま電車乗れればなんとかなるよ。もう出る時からドワーンなんかこんな持ってたら毎日ぶっ壊れるだけだから、その雨の量次第ですよね明日は。もう無理そうだったらもう早めに判断して、はい、あ、大丈夫ですね。あ、全然知らないです。杉山広太知ってんの？いや、知らないと思うんですよ。チューブっすよ。古い曲いきますか。昭和の名曲といえば、
思われる部分いっぱいだ。なんだろうな、サザンですか。サザン、全然声出しで歌ってたっけ。全然トランピーのドラマの歌だ。あー、明日晴れるかな。知らないかもしれない。明日晴れるかなは、あ、それ桑田佳祐さん。サザンじゃない。しないで。ちょっとあの修正します。曲をあんま知らないです。愛しないで。親はチューブ好きでした。チューブと尾崎豊。はい。ダンス15年ぐらい。語りがあるんですよ。うん、盗んだ、あ、バイクちょうだいしな、盗める。違う盗んだバイクで走り出すんだから。うん、冗談ですよ。じゃあ、愛しの愛で行きますか。途中間違えるでしょ。行きましょう。冷たくしてもなんの寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみる、これが最後のレイテ、マラソシー。二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなく、愛しのエイリー歌ってます。ぜひ聴いててください。始まる、間違えた。あなたがもしもどこか遠くへ行き伏せても、今までしてくれたことを忘れずにいた。もどかしさもあなたにほっと良いね。
とうございました。若干2番分かんなかった。ありがとうございます。愛しのエビでした。じゃあラスト、ラストでもいいですか、ね、うん、ラスト、ありますか。大体俺歌えないからね。なんかすごいとこ来るやん。俺が歌えそうなやつがいいな。ラスト宿題、他に何だ。他に何だっけって言ってる時点で多分やってないよね。俺じゃない？充電してっすよ。充電ないんすよ。アカペラで？ウクレレ？一番無理や。コードわかんないの。二人の奇跡？いや、俺耳でなんか頑張ってたんですけど。はい。なんかないかな。二人の奇跡です。音源ですか、ね、今から充電すればありますか。充電しますか。舌は充電していきましょう。ねえ、もうね、もうね、2年以上歌ってないけど、だから、間違えそうです。充電してオリジナルする。アカペラで行きますか。電車は結構やばい、くない。1時間後ぐらいです、終電。なんだっけ。アカペラで。どうですか。そうなんですよね。全部歌えなきゃおかしいんだけどね。じゃあサビアカペラ二人で来てください。歌詞間違えそうですね。サビでいいですか。大体歌えなくなっちゃった。歌える曲しかなかったんだけど、歌えなくなっちゃった。やっぱりにする。今年もこの季節がで、A メロからいきますか。歌詞出てこなかった、今の。歌詞見ていいですか。あるかな。ちょっとね、忘れちゃうんですよね。俺、キャパがもう持たないですね、脳みそに。もしかしたらないかもしれない。ないっすね。
季節、今年もこの季節が君を思い出させるじゃないか。出てこないですね。それそうっすよ、はい、CD 出せばあるっすけどね。あ、しますかね。一番だけアカペラで。今年もこの季節が君を思い出させる。あの日なぜ引き止めることができなかったんだろう。君のこと守れなくて僕は今も後悔してるよ。またいつか会いたいなんて思うことはできないよ。はい、ありがとうございます。音源充電なくて、あのアカペラでオリジナルやっぱりって曲を歌わせていただきました。ありがとうございます。もう一曲じゃないく？行きましょう、行きましょう。犯人はやめるよって、もう犯すぎちゃったから。そばに行く？オリジナル曲歌わなすぎて忘れちゃったんですよ。やばいやばい、久しぶりすぎて。ちょっと忘れちゃった。はい、すいません。ちょっと全く練習してないんですよ。サビは覚えてるんですけどね。はい、忘れちゃうっすね、サビで。君がいてくれてよかった、ずっと僕のそばにいてください。すいません、全然俺ちゃって一回聞いたら終わらすんですけど、すいません。はい、二人の奇跡とやっぱりしか覚えてます。違う方のあっちっすね。はい、本当申し訳ないですけど、じゃあ練習していきましょうか。なんか俺このオリジナル曲を あんまり世に出さないかもしれないですって思ってて、なんか自分が作った曲を来年ぐらいで出したいなと思ってて、まあ、言い訳じゃないですけど
なんか、あの昔からいる人のレアみたいな、なんつうの、したくて、はい、これ持ってるのもレアっすよみたいな。ありがとうございます。そうだね、ぐだぐだ。オリジナルはちょっと無茶ぶりだったな。多分ね、音源聞いたら多分思い出すんですよ。わかる？今聞いたらすぐ歌えるし。そういう感じです。おしっこ漏れそう。電車なくなっちゃうんですよ。カバー曲ですか？なんか、葉っぱが足んなくて、俺なんか、俺、言い訳になっちゃうんですけど、なんか、毎日こう歌って、で、動画も投稿しながら、面白ダイブして、あのオリジナル練習する時間、言い訳なんですよ。なんか、葉っぱが足んなくて、ライブ決まったら練習しようかなと思ってるんですけど、ライブ決まってなくて、ライブもなかなかできないし、はい、だから忘れちゃいました。2年以上歌ってなくて。惜しい。危ない。惜しいですね。危ないじゃないよ、この野郎。マジでマジでも、赤羽まで行ったの。赤羽？頑張って。すごいすごい。財布にさ、財布に25万。あったんだけど、なくなったの。いつか。飲みまくったの。赤羽飲みまくったのか。マジで。お口の子も仕事に行ったんだけど、赤羽、何で言うのか分かんない。マジで。でも、頑張って陽気な場面にした。最後、歌える曲、じゃあ、カバー曲で何か。なんとかなんとか。ラスト。本当、時間やばいんだよ。ダンスラブル。ダンスラブルでしょ。ああ。壊れる壊れる。壊れてるからってことか。でもいらないってことか。いらないかないのか。めっちゃバキバキやん。もうそこまで外人なのにさ、外人だ、何にも読めない、何にも読めないさ、よく頑張って、よく頑張って、ほんとに、僕が生まれた、あの島の空、島んちゅうんだから、島んちゅうんだから、僕はどれくらい知ってるんだろう、いや、シマンチュの宝で締めますね。それで締めよう。言いやすさ言ってくださいよ。じゃあ、シマンチュの宝で締めます。この島の空を僕はどれくらい神聖なの、輝く星も流れる雲も名前を聞かれても
嬉しい時も何度も見上げていつこの空を教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島主の歌だから。うまいじゃないですかダンス。いいっすね。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でもそれより誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中の歌から。もう10年ぶり一度も帰ったことないです。もうずっと日本なんですよ。日本大好きです。日本大好きです。日本みたいな国ないですよ本当に。日本一番大好きです。マジで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 日本一番です。アメリカとか行ってもさ、アメリカ全然良くない。日本一番ですよ。世界一番日本なんですよ。聞いてください。世界一番日本なんですよ。日本、日本めっちゃ大好き、めっちゃ大好き。日本めっちゃ大好きなんですよ。本当本当。心から大好き。もう言ってる、もうお酒飲んで言ってるわけじゃないんですよ。マジで。日本人、日本マジで一番大好き、一番大好き。本当に。あの曲もう流してください。もう僕本間の本間の本間ダンス見せてあげる。マジで。
僕が生まれたあの島の空の僕はどれくらい知ってるんだろう。もうそこまで日本愛してるんだよ。外国人なんだけど、本当に外国人なんだけど、外国人嫌いわけないんですよ。本当に日本にめちゃくちゃ愛してる。俺みたいに外国人いるんですよ。いるよマジで。本当にありがとうね。そんな風にあげなくていいよマジで。彼もめっちゃ頑張ってるからマジで、なんとか言ってください。100円でもいいですよマジで。僕2000あげたもん。もう僕もに言いたくなかったんだけど、なんとかあげてください。本当に新宿、昨日から新宿ライブに行った。あのね、六本木行った、原宿行った。昨日ね、マジでずっと寝てない。で、これから横浜なんですよ。僕、端末するんです。本当に。端末。もう、携帯も壊れてるんだけどね。ちょっと見てください、マジで。あれ、僕の携帯どこなんですかね。本当に、見てください。みんなに、もう、お世話になるわけですよ、これ。もう、本当ですよ、本当です。お酒飲んで、みんなのためにお世話になってです、マジで。だから、あの、日本人の方々、マジ大好き。日本人、マジ大好き。日本、マジ大好き。本当に。あの、曲流してください。一回もう踊ってんです、マジで。じゃあね、申し訳ないです。マジで、すみません。僕が生まれた。それしか知らないですよ、マジで。知らなくても申し訳ないです、本当に。もう知らなくても、日本大好き、日本人大好き。記憶知らなくても日本大好き。本当に。僕もうお酒飲んで言ってることじゃないよ、本当に。マジで。10年ぶりなんだけど、一度も帰ってないから、マジで。ありがとうございました。じゃあこれで、あの、今日の路上ライブ終了したいと思います。ありがとうございます。終電やばいんで、はい、ちょっと柏に帰んなきゃいけないんで。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ったの今日。ありがとうございます。はい。ぜひ気軽に、あの、チラシは持って帰って大丈夫なんで、ご自由にお取りください。ありがとうございました。